クロノスクアルテットもしくはクロノスカルテットはアメリカ合衆国の原学資重相談。1973年にバイオリニストのデイビッド・ハリントンによって結成され、1978年より現在までサンフランシスコを拠点に活動を続けている。当初は男女混合のアンサンブルで2005年から2013年まで男性のみとなり、2013年2月のチェリスト変更で、 再び男女混合のアンサンブルになった。クロノスクアルテットは、現代音楽を専門とし、クロノスクアルテットのために書き下ろされた作品は600曲を、くだらない。そのうち、アルボペルトや、スティーブ・ライヒ、フィリップ・グラス、テリー・ライリー、ケビン・ボランズらによる、いわゆるミニマリズムの音楽も含まれている。クロノスクアルテットは、アゼルバイジャン出身のフランギス・アリザデイや、 アルゼンチン出身のオスバルドゴリホフに至るまで世界各国の作曲家を取り上げている。近年は30歳未満の若手作曲家への移植プランに着手している。クロノスクアルテッドは様々な音楽ジャンルにわたって演奏活動を続けている。実験音楽ばかりでなく古典派以前のクラシック音楽、ラテン、アメリカやアフリカの民族音楽、ジャズ、タンゴなどである。また、 近作の映画音楽も担当している。もともと、クロノス史重相談が名声をつかんだきっかけは、ジミフェンドリックスの、紫の煙の編曲版の演奏、録音によってであり、その後もビル・エヴァンスや、セロニアス・モンクラの作品の編曲を、集中的に録音するなど、今なおポピュラー音楽とのクロスオーバーに、意欲的である。また作曲家と協力関係を結ぶだけでなく、 世界中の様々なアーティストとも共演を続けている。インドの歌手アシャ・ボスレ、メキシコのロックバンド、カフェ・タクバ、ルーマニアのジプシー楽団、タラフ・ドゥ・ハイドゥークス、晩年の詩人アレン・ギンズバーグ、モダン・ジャズ・カルテット、デビット・ボーイ、ビョークなどである。作曲家のチャールズ・アイブズとは、その遺産の生前のテープ録音によって、共演を果たしている。アメリカ国内のソプラノ歌手、 ドーン、アップショートの共演によるアルバンベルクの叙情組曲初行の全曲録音は2004年度グラミー賞室内学部門最優秀賞に輝いた。ありがとうございます。